そろね、お知らせのお話をしようかなと思っているんだけど、まあ、なんかその案件の話とかじゃなくて、まあ、単純にメルのお話でね。まあ、簡単に言うと、しばらくの間メルは配信の活動をお休みさせていただきます。ちょっとね、休止になってしまうんだけど、まあ、っていうのもなんでかっていうと、結構前からね、まあ、しようとは思っていたんですけど、まあ、なかなかね、お仕事が続いたりとか、まあ、収録面が続いたりして、なかなかね、休みを取る期間がなくて、歯の治療をね、しに行くんですよ。食べに出るのじゃなくて、まあ、歯の治療っていうのは、まあ、自覚はね、全然なかったんだけど、まあこれ結構自覚がないって言われることも多いらしいんだけどね、なんか食いしばりがすごい強めのものだったりとか、まあ、ちょっと今の噛み合わせが良くないって診断をされてて、で、まあそれをね、放っておくと、まあ、歪んじゃったりとかね、まあもうずっと悪化しちゃう、その噛み合わせが今よりももっと悪化したり、あと歯周病がね、すごい進んでしまうらしい。で、放っておくとやっぱりね、良くないから、もうどこかでしなきゃいけないなぁと思ってて。まあ、たださ、メルのお仕事とかね、まあ、収録、声を使うお仕事が多いからね、もうなかなか休みを取れなかった。だよ。矯正器具をつけるので、まあ、しばらく痛いとか、まあ、歯も抜くからさ、結構腫れたり痛みが出るとかもあるみたいで、まあ、そうだよなぁって。もうやったことある人はわかるかもしれないね。矯正器具。あれ、つけてるだけに見えるけど、結局はその歯を動かすために、結構力が働いているんだよね。が痛いみたいで。で、ワイヤーを使ってるからさ、そのワイヤーが慣れるまではなんか、口の中に当たったりして、すごい痛いとか、口内になったりするとかもね、結構調べるとあったりして、まあ、ちょっと目でもガクブルしているんですけど。だからまあ滑舌とかもね、慣れるまではちょっと、はやにゃにゃにゃんってなってるかもしれない。だから、まあちょっと、メルもね、まあ明確にこれくらいかかると思いますってまだ言えないんだけど、まあ今月末からちょっとお休みをさせていただこうと思っています。で、でも、まあお口は動かせないにしてもね、体は動くので、休止中も、まあツイッターだったりとか、あとメンバー限定のね、コンテンツをあげたりとか、したいなと思ってるから、無言配信を過ぎちゃうじゃん。確かにね、寂しくなって、急に無言で現れる可能性も確かにね、あるかもしれないけど、まだ内緒だけど、あのメンバー限定のね、コンテンツちょっと用意してたりとか、あとはショート動画とかね、ちょっと準備してるので、だからメルが休んでる間も、メルとね、ちょっと触れ合えるというか、まあ、とか言ってるけど、まあ、メルも寂しいからさ。たまにはというか、まあ、毎日多分ツイートしてると思うけど、まあ、構ってくれると嬉しいです。はい。まあ、っていうお知らせでした。